こんにちは、岸です。今回、基本編、第3弾になります。前回までグリップをしっかりやってもらったので、そのグリップの中から応用したこの手首の使い方だとか腕の使い方について説明をします。まずですね、ゴルフの難しさっていうのは、実際ね、腕の長さだったり、そうですね、肩の幅だったり、そういったのが少し、難しさを作ってると思ってください。なぜかと言いますと、まず2つ振り子があるということです。その振り子っていうのは、まず手首から下ですね、こういった振り子があります。はい、これ1つ目の振り子です。で、首から腕ですね、これ2つ目の振り子になってきます。だから1つ目の振り子と2つ目の振り子をどこでどのようなタイミングで使っていくかっていうのが少しポイントになってきます。その使い方によってはタイミングの取り方だとかインパクトの強さっていうのも変わってきてしまうので、そのね、手順っていうか順番っていうのを少し、今からやっていきたいと思います。まず1つ目の振り子、手首から下ですね。実際この動きだけで少し短い距離のショットっていうのは打てます、曲げてこういう感じですね。手首を曲げていく。実際まあこの流れでこう手首を使う形でも OK です。下の振り子ですね、曲げて伸ばす。はい、まず初心者の方はこれがきっちりと当たるようにしていただきたいと思います。実際ね、まあこういうふうにやってしまうと、まあ、手首の握りが全然関係なくなってしまうので、そうですね、まあ、こういう手首を曲げる動きを、まあ、しっかりこちらに体を少しひねる形で手首を使う。で、伸ばす、ね、まず曲げて伸ばす。で、グリップが良ければちゃんとこの方向に曲がってきます。ただしグリップが良くないと、まあ、こう手が外れちゃったりしてこう全然違う方向に上がってしまうので、まあ、しっかりとグリップを握ってこの動きを作っていきます、ね、まずはそうですね、いきなりここでこういう風にやるの難しいんで、まあ、これぐらいですね。サイドは動かしながら、まあ、体の動きもちょっと使いながら手首を曲げる。で、あとを戻す、曲げる、戻す、この状況で打っていきます。はい、ここが当たらなければ大きく振っても絶対当たりません、ね、まずは皆さんはここですね、この手首を曲げて伸ばすところから始めていきます、ね、曲げて伸ばしていきます。はい、これが当たるようになったら次ですね、